河合光は、日本の技術者。トヨタ自動車株式会社エグゼクティブフェロー、日本プラントメンテナンス協会副会長、愛知県公安委員会委員。トヨタ自動車株式会社副社長、執行役員シエモ、日本経営協会副会長などを歴任。愛知県西鴨郡コロモ町出身。1948年1月2日に、愛知県豊田市で生まれる。 小学校4年時に父親が死去したため、中学校を卒業後、お金をもらいながら学べるトヨタ技能者養成所に入社。1966年に卒業し、トヨタ自動車工業に入社、鍛造部に配属される。本社工場鍛造部部長、副工場長を経て、2013年に議官に就任。その後、2015年に技能職出身者からは、 初の専務役員に就任。2017年に副社長、2020年4月に執行役員、シエモ・ケンクロ、7月に執行役員、シエモに就任し、2021年1月より、エグゼクティブフェローを務める。日本経営協会副会長、チューブインダストリアルエンジニアリング協会副会長、日本プラントメンテナンス協会副会長も務めた。カンガニブルトの思いから、 副社長に就任以降も、本館ビル15階の副社長室ではなく、社長の許可を得て担造現場で執務を行っている。18歳で、初めて購入した車は、中古のコロナだが、冷房はなく、暖房も効かなかったと回想している。ありがとうございます。